おはようございます。おい、まさか、ということで、始まりました。何だと思いますか？多分元気ですね、すごい。何が始まるの？グッピーはどうしたの？グッピーはまあ、諸事情によりグッピー助けてくれ。調べました。そしたら狭い広いあーってなって考えついた企画です。あれだわ、心の狭い広い。あーなるほどね、うん、お前が狭いんだよバーカ。ということで、いつものようにね、24時間狭いと広いで戦ってもらうんですけども、はい、じゃあまずね、ちょっとなんかお試しみたいな感じで、はい、一回やってみましょうか。とりあえずお試しなんで、お試し気軽な感じで大丈夫です。気軽な気持ちで、はい、はい、せーのでいきましょう、はい、せーの、狭い。おー、今ノータイムだったけど、はい、狭い広いですね。はい、少々お待ちください。はいはい、はい、ということでですね、はい、あなた狭いですね、はい、で、あなた広い。はい、それでは T シャツ用意しましたんでね、よかったら着替えてください。はい、さあ、そしてちょっと着替えてもらいましょう。クルリン、私がちゃんとそれ漬け込みました。漬けた。はい、牛乳と卵に。ほんまに言ってんの？はい、いきます、いただきます。うまい。あ、うまいですか？おいしい。あ、よかった、漬け込んだ帰りました。え、どうですか？ん、喉が乾きます。喉が乾く。あ、ごめんなさい、水よし忘れちゃった。はい、ということで、ごゆっくり楽しんでください。はい、またお昼頃に来ますんでね。あ、もうそれも着替えても別にいいんで、気に入ってたらそのままでもいいんですけど。わかりました。はい、じゃあ、さよならー。はい、こんにちは。はいはいはい、こんにちは。すいません、仲良くしてるところ。お昼になりました。ということで、またちょっと昼もですね、はい、まず最初にお気軽チャレンジやってきますか。なになに、まずお気軽チャレンジ。またお気軽チャレンジ。また軽、お気軽チャレンジ、ま、気軽、お気軽チャレンジ、はい、しないよ。これはもう、あんま気持ち入れなくて大丈夫。はい、行きましょう。せーの、広い。はい、やったー。はい、天下戦争。はい、お気軽チャレンジ。広い、はい、狭い、はい、今回のお気軽チャレンジですね、はい、おでこ広い狭いです。なので、はい、まずあなたこちらですね。何これ、で、狭いは水前です
てしまいます。あ、やっぱいつもよりおでこ狭いですね。はい、おでこ、あ、狭くない。困ってるな、おでこ狭くなりました。はい、そしておでこ広いですね。おでこ広いっていうか全部かなりましたということで、昼ご飯の時間でございますのでね、はい、昼ご飯、なんと今回Uber Eatsで来たものを頼んでいただきたいんですけども、はい、ここで狭い広い選んでいただきます。ここでちゃんと決まります。対決ですか。ちょっとそれは言えないですね。決めました。決めました、はい、決めました。では行きますよ、せーの、広い。そう、結果また広い人気ですね。店乗せで一個で行こう。どっちから行きますか。じゃあいいですか。ありがとうございます。伊勢の1、はい、ということで、ドミちゃんの勝利ですね。くそ、それえ、じゃあドミちゃんが広い、余地が狭いということで、じゃあちょっと待っててくださいね。はい、まずドミちゃんから行こうな。はい、広いですよね。はい、広い。じゃあドミちゃん、はい、ウーバーイーツなんですけども、はい、今から1分以内に自分が食べたいものを選んでもらいます、はい、お会計とか行かなくても大丈夫、もうカートに入れれば、はい、で、どれでも1品でお願いします。はい、で、ドミちゃんには選ぶときにこちらつけていただきたいです。どういうこと。そちら、視野が広いメガネとなっております。それでは今から1分間よーい、スタート。いや、ただのおしゃれになっただけやもん。え、今このヨッチのところにウーバーイーツの画面よかったら出してください。こらこらこら、迷う時間あるかな。さあ、やめてよ。太くない感じ。あ、そんなに太くない。残り30秒。え、嘘、消えました。消えました。もうカード入れましたか。入れます。はいはいはい、ということで、ジョミちゃん何入れましたか。サーモンポキサラダ。うわ、美味しそうですね。ということで、じゃあヨッチ、はい、こちらですね。ヨッチも1分間で注文してもらいますが、はい、ヨッチにはこちらですね、視野の狭いメガネしてもらいます。ねえ、ちっちゃー、なにこれ。ちっちゃー、なにこれ、ちょっと待って、すごい、なになになに、ちょっとだけの穴が開いてる、視野のめちゃくちゃ狭いヨッチのような、見えないでしょこれ、星のような言うな。さあ、ということで1分間になります。よーい、スタート。あー、やばい、でもやばい、見えない。あ、セットでもいいんですか。一品ですね。一品？一品です。一品？はい、残り30秒です。入れた。入れた。ということで、ヨッチ。あ、マック。バイスパビーフバーガー。よかったじゃないですか。そうですね。じゃあこちら頼んでおきますね。ありがとうございます。はい、それではちょっとウーバーイーツ届くまでお待ちください。はい。はい、ボンボン TV。はい、ということで届きました。お待たせいたしました、はい、まずですね、ドミちゃんの方はこちらですね。わー、美味しそう。こちら1450円ですね、やったー。さあ、そしてアイドルでよっちゃん、こちらですね、はい、330円のスパビースパイシービーフバーガーです。もう、はい、お好きに食べてください。やったー、いただきます。いただきます。美味しい、良かったです。すごい新鮮な感じがする。あ、良かったです、はい、私はですね、はい、肉が2枚入ってます。これ、いただきます。スパイシー系。あ、辛い。あ、辛い。バイクな感じで、それともいい感じだったかもね、うん、ということで、ごゆっくりお昼ご飯、あ、お楽しみください。ありがとうございます。美味しいです、はい、じゃあまた夜に行きますね。はい、はい、もうとうとう夜ですね。なので、はい、お手軽チャレンジもこれで最後なんです。いや、お手軽チャレンジ意外と好きだったよ。じゃあ、お手軽なんで3、2、1、狭い。はい、どうする。じゃあ俺は同じが嫌なんで、俺は広いで。ああ、なるほど、はい、じゃあ狭いで。わかりました。じゃあまずはヨッチの方から。いや、ヨッチ本当にさ、私のことさ、なんかすごい出っ歯とかさ言ってくるけどさ、あれでしょ、うん、愛でしょ、私への。まあ、愛っていうか、まあ、そういう、はい、はい、うん、やっぱそうだよね。そういうふうにやっぱ信頼してるから、うん、まあ、そう言ってくれるのかなと思って。はい、ありがとう、ほんとに。うん、うん、はい、しゃべんなよ。少しはしゃべった。あ、でも、ね、今こっちを見て、少しはしゃべった。いや、よっち、あ、おう、なんかおっぱいまな板とか、うん、言ってくるけど、あ、まあね、うん、それは、うん、よっち、実はあれでしょ、まな板好きでしょ。金流の方好きです、うん、あー、だよね、もうなんか、うん、笑ってんの、自分は恐竜だからってさ、何笑ってんの。え、は、ちょっとやめてください、本当に。いやー、はい、本当にヨッチのそういうとこね、ちょっと何その顔、ちょっとバカにしてんでしょ。でもその顔いいかもね、面白いよ。マジで、もうそれツイッターしたらいいんじゃない。あんたの気かえ。あんたの気が広いか狭いかかえ。はい、そうですね。最後
私の心が広いか狭いかでしたね、はい、あの常にそれであってください、僕に対して、はい、さあ、ということで、はい、じゃあピクルチャレンジも終わりということで最後、はい、夜ご飯用意しておりますなんですけども対決で勝った方には夜ご飯、負けた方にはちょっとしょぼいと言ってしまったらあれなんですけどもしょぼい夜ご飯、さあ、はい、じっくり考えてくださいね、お二人ともお願いします。せーの、狭い。おお、よっちが狭い、でのびちゃんが広いということで、ではちょっと準備あるのでちょっと待ってください。はい、嫌な予感してきたぞこれ。何？はい、ということでまあ大体わかりますかね、この姿を見て。はい、これ自分も完全に装備してるやん、はい、こちらですね。あー、よく見ると思います。あの普通に巨大風船やろうと思ったんですよ。薄い厚いでグッピーがやってたんですよ。なんか変えなきゃなと思って、なんと今回こちらの巨大風船に小麦粉入ってます。何よけ。今回の対決は今からこの真ん中で風船を膨らましますので、より汚れた方の勝ちです。待ってください、ここの範囲って何ですか。あなたが動ける範囲です。じゃあ行きます。はい、はい、あー、おー、なるほど。今回の勝者はヤッキー。ということでちょっとご飯の方持ってきますね。はい、はい、ボンボン TV。 はい、ということで勝者のヤッキーがこちら。やったー、ハンバーグ。え、ハンバーグ。うわー、ドミちゃんにもちろんありますんで、ちょっと待ってくださいね。はい、ということでドミちゃんはこちら、でてーん、ミートボール。やば、グリーンピース一つ。グリーンピース嫌い。いただいていいんですか。あ、どうぞどうぞ。ちょっと冷めちゃってるかもしれないですけどね。いただきます。はい、で、価格の占める範囲がね、広いと狭いって感じですね、今。いいな、ポテト、うん、いいですね。あ、美味しいですか。うん、いや、よかったです。あれ、ドミちゃんは、あれ、もう食べたの。もうなくなっちゃいます。早いねーのびちゃん。ということでですね、今回、あ、全然食べてていいですよ、ゆっくり、はい、24時間狭い広い対決やってきましたけども、どうでした。楽しかったです。あ、本当ですか。楽しかったです。あ、本当ですか。よかったです。なんかゲーム性があって、なんか息抜きになりましたね。いや、よっちが強すぎたね。そうですね、まあ、この24時間企画において僕は負けるわけにいかないので。あ、はい、かっこいいですね。はい、ということで、じゃあ次はね、またなんか形容詞、タイ語で調べて、はい、そうですね、持ってきますんで、よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、ということで、はい、この動画が面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。次の動画でーす。他の動画も見てねー。